来ました。いい通りだね。いや、めちゃくちゃやばいっすよ。みんな撮るんじゃない？そうか。いろんな建物があります。え、東京だと休館だった。おう、500円で入る。はいはいはい、行きましょう。どうかな。いやー、面白いですね、これは。自分も寅さん好きなんでね、よく見てましたね。だから散歩が楽しかったですね。すごい、もう、それあやかるしかないですね。めっちゃでかいですね。いいですね、蕎麦屋でビール置いてるから。蕎麦屋、あ、これこんな豪華でしたっけ。いや、だから、あ、めっちゃ上等になってますね。一回4冊目までですかね。あえ、じゃあその後どうしたんですかね。別のなんとかやってとこで撮って。ああ、そうなんですね。ああ、1作目から4作目まで。写真撮っていいかな。はいはいはい、大丈夫。あ、写真何回いきました。ああ、別に来て。甘いもんダメなんですよ。そうか。あと、あの、俺餅一生食わないんだよ。そうそうそう、ええ、あれ言わなかったっすけど。なんで食べない。いや、子供の時にあの、どうぞ。餅は食べない。テレビであの、詰まっておじがあの苦しんでるの見て、あの、それで餅食べないって決めて、俺そこから食べてないんですよ。本当美味しいの。あ、その後に、めっちゃ噛んでから食べるようにしたんですよ、もう、液体になるぐらい、美味しくないじゃないですか。そしたらもう食べないほうでいいやつ、食べてないですね。醤油の味とかなくなる。もうどうぞ、もうぐちゃぐちゃぐちゃって。いや、それぐらいじゃないと危ないかなと思ったんですよ。いや、ただ、あの、年取ると飲み込む力なくなるから。そうですね。しかもあの人たち、あんま食べ、噛まないんですよね。噛まないからね。今の人は大丈夫ね。ね、ただもう一応流れで食べてない。200年の泡沙汰な量、高そうだね、こういうことね。あの油、もう作りが高そうですね。いや、でもかっちょいいですね。暇っていうか、人がいないですね。多分従業員の方が多いもんね、働いてるんじゃないかと思う。そうですね。よくやってくれてるな。いや、だからもう昔からやってから家賃とか多分高かったら多分無理ですよね。だってもうこれの人で潰れたら何もなくなるからね。そうですね。なくなりますね。全部だってね、チェーン店になったら嫌だもんね。ああ。スターバックスとか。ああ、そうですね。ドンキとかできたな。まあ、この辺には絶対出せないですよね、大手は。コンビニとかだらけになって、マッサージ屋とか。ああ、そうですね。もうかっこいいですね、これ。あ、これいい。すごい。めちゃめちゃかっこいいね、これ。この辺かな。お、テーマソングが。あ、すいません。お嫁の君。じゃあ。ちょっと あ、これあれですね。お師匠さんがいるってことですね。御前様ですね。ああ。
安心まだ生きてますよね。多分もうすごいおじいちゃんだろうね。そうっすね。開拓点を産湯に使いつつだっけ。言ってますね。最初にいいやつですね。どこで産湯使うんですかね。何なんですかね。いつも思って川かなと思ってたもん。最初ちっちゃい時。いや安いっすね。来ました。メダルしたんですか。記念館。記念館はね、面白いですよね。ぜひ、ドラダン好きな人は見に行ってみてください。団子、団子食べないからな。はい。そういうセットで買ったの。ああ、そうですね。本当に売ってんね。あ、本当だ。うん。上は本物だけど。いや作りがいいですね。これは渋いっすね。昔のめちゃめちゃ昔のレジっすね。もうおまけそのまんまだね。これ本当に頼めそうな勢いも。いやー冷蔵庫電源入ってるね。これも本物じゃないんじゃないですか。そうだ、あ、開かないです。鍵かかってます。そう、電源が。座ったら椅子、ビール飲みたいなたって感じでしたね。ああ、あれです。あのね、買ってずっと療養中見てた。ああ、これめっちゃいつもみんないるところですね。ろめっちゃいいっすねこれ。あ、メロンの話あるじゃないかな。あみんなトラさんのこと忘れて。ああ、そうですね。メロンケンカするんですよね。そう。でも結構死んでますよ。だからそのおじちゃんおばちゃんタコ社長死んでますからね。タコ社長、そっか、意外に。タコ社長死にましたよ。でもだから、あの、だから世代1個世代下した方が下の世代しか生きてないですよ。だからその、なるほど。ルークもいい年だからな。途中目でしょうだって。上ですね。48ぐらいになるんじゃないですか。そうだね。あ、タコ社長の話。あと毎回あの喧嘩が面白いですよね。タコ社長。あ、いつからなんですかね。結構毛だらけ。かわいい。おー、すげえ。タコ社長いた。懐かしいね、これね。また喧嘩しますよ、これね。結構毛だらけ、猫吐いたらけ、お前のお尻はクソだらけ。お前尻が青森県の八戸です。いろんな言い回しあるんじゃないですか。青森の八戸、前田銀イケメンですね、めちゃめちゃ。超痩せてる。
あ、これ喧嘩する時じゃないですか。第2話か3話ぐらいじゃないですか、これ。山さんは多分見てない。すごいいい形してるね、うん。永遠ループしてる。ああ、この時の。美人。あ、歴代マドンナ、ね、マドンナじゃない人もいっぱいいますよ。本当だ。あ、でも、あ、でもそうかもですね。あ、この人はね、嵐山勘十郎だね。ワット君。ワット君。あ、中村。ガス自殺しようとして。タバコ吸って爆発する。あ、大竹しのぶと、あ、大竹しのぶなんか食堂で働いて、これ、こいつ飯食いに来るんですね。あ、確かそう。あ、そっか、大竹しのぶだったんだね。全然覚えてない。で、トラさんが、お前なんかよく見るなって言って、もしかしてあの子のことみたいなって言ったら、お前図星かみたいな。めちゃくちゃ面白いですよね。後半ね、三つ男の通ってる大学で講義始めるとき、ワット君の話してるんだよね。あ、そうでしたっけ。そう、勝手に立って。あ、大原陸也さん、超可愛いですからね。超可愛いですね。すごいね、美人だね。めちゃめちゃ美人ですよ、この人。この人なんか階段から落ちて死んだんだっけ。この人孤独死しましたね。孤独死だよね。ね、松田圭吾さんも最強の美人ですよね、もう最強の。ジュリー見てました。え、これ木の実なの？これ木の実なのってね。なんかテレビでね、やってんのちらほら見てたんで、あ、これ多分見た、結婚式。ああ、美穂純の。これブスだな、この子。歴代マドンナめちゃめちゃ美人多いんですけど、でも多分一番美人多分絶対桜なんですよ。でもすご、桜はちょっとすごすぎですよ。あ、もう、いや、多分出てくると思いますよ。もう忘れましたけど。あ、一応いますよ、いますよ。なるほど。これ、極意か。うん。後半、おじいちゃんだったもんね。そうっすね。最後のやつ見ました？ 3 年ぐらい前にやったやつ。あ、見てない。あれ？さん出てこないやつでしょ？あ、開票シーンで、あの、まあ、まあ、今までの、ね、やつですけど。出てきます、あれで。いやー、ザリエ、どうすかね、出てないんじゃないですか。出てない。宮田リエ、北の国貴重な資料ですね。北の国から見たことないんですけど、これで、おじさん二人の柴又の旅は終わり感じですね。お疲れ様です。はい。